笹ともふさ、明治人物評論より、笹ともふさ、明治三十九年九月二十八日は、熊本出身の教育者、言論人、政治家、元衆議院議員、報酬、活動とゴース、陽明虎を、あと、羊猿次、火永七年一月二十三日、現在の熊本市内、坪井町に、肥後熊本藩士佐々リクス家の次男として、生まれた、同郷に、横井昌南、 宮部定蔵がいる。文久元年反抗辞習館に入る。水戸学に傾倒し、藤田東子、相沢聖司祭の著書に親しんだ。また池部吉十郎の文科生だった。明治三年反省改革により、辞習館が廃止となったので、林桜園の原動館に入塾する。明治七年二月に、江藤新平の佐賀の乱に参加しようと同志と図っていたが、先輩に敬虚を戒められ断念した。 神風連の乱には、不参加だったが、明治十年西南戦争が起こるや、かねて、西郷隆盛と鬼脈を通じていた、池部吉十郎のもと、殺軍に身を投じた。西南戦争では、正体長として、日後、薩摩、日向の三夜に転戦。この中でも、吉次峠の戦いは、近くの田原坂と共に、激烈を極めた、重傷を負うて入院し、 宮崎の監獄に収監された。獄中で青年指定を教育し、国家有用の人材を養うことが今日の急務であると決意し、明治12年1月に出国すると、熊本志向田原相撲町に、同心学者を設立し、見学精神を皇室中心、国家主義を見学精神とした。後に、同心学校と改め、明治十五年二月に、五木校と改称する。 現在の熊本県立最最高高等学校である。また、五木校校長であった、明治21年、熊本市小町に五木校付属女学校を開校した。笹はついで言論会に進出した。熊本には、反校自習館の出身者で固めた、学校等を軸として結成された、政治結社、紫倉会は、明治15年に、紫倉雑誌、ついで、 紫倉新報を発刊し、佐沢顧問に名を連ねた。明治21年、九州日日新聞に改名し、社長を務めた。明治22年1月、国権主義者の古正義美門と共に、熊本国権党を組織して佐沢、東副総理に就任、第一回帝国議会が開設されると、衆議院議員に立候補し、当選を果たした。後に、国民協会、帝国党、 大道クラブに属する、明治39年9月28日没、去年52、戦国武将、笹成正の子孫という、弟の笹正幸は明治、大正時代のジャーナリストで、日清戦争時に、九州日日新聞特派員として、朝鮮半島に渡り、兄と共に、足立健造の、半寸新聞の総監に加わったが、便妃暗殺事件に連座し、東国、 ハンスン新聞が1906年に廃刊するまで、その経営に当たった、熊本日日新聞社長、参議院議員を務めた、笹広尾は三男、初代内閣安全保障室長を務めた、笹つ之と、婦人運動家から参議院議員になった、木平定子は孫に当たる。ありがとうございます。